過激上級水道ハレは、ドイツ連邦共和国ザクセンアンハルト州の都市である。かつては、プロイセン王国、戦後は東ドイツに属した。人口は、約24万人である。都市名は、ハレアンデアザーレとも表記される。ザーレ川沿いに位置する。古くから声援によって栄えてきた。近隣の都市としては、約3 5トル南東に、ライプツヒ、 約7 5トル北にマクデブルクが位置する。ハレという語はケルト語で塩の意味とされるが、古いドイツ語で聖延所を意味するという説も行われている。ハレは濃い塩水を出す塩水泉があり、近辺にはヨーロッパで最も古い青銅器時代の聖延所跡がある。北ドイツは一般に潮に乏しいが、ハレは例外的だった。中世においては、 ハンザ同盟の加盟都市として繁栄した。1478年にマクデブルク大使教領となり、1503年以降、大使教座が晴れに置かれた。30年戦争中、1635年のプラハ条約によって、ザクセン選帝校、ヨハンゲオルク一世のこのアウグストが、マクデブルク大使教領を支配するが、1680年にアウグストが没すると、 ベスト・ファーレン条約での取り決めに従って世俗化されて、ブランデンブルクプロイ占領マクデブルク公国となった。ブランデンブルク家は、声援法の効率化を促進した。19世紀半ばまで、晴れはドイツで唯一声援に石炭を使っていた。ナポレオン戦争では、第四次大仏大同盟時の晴れの戦いによって、フランスに占領された。1815年に、 プロイセン領ザクセン州の一部になった。1920年、独立社会民主党はこの地で開催された党大会でコミンテルンへの加盟を決定した。この方針に従う者がドイツ共産党へ合流したことで同党の勢力が増すことになった。第二次世界大戦では奇跡的に空襲をあまり受けず、たくさんの歴史的建造物が無傷で残っている。戦後間もなくは、 アメリカ軍の占領下にあったが、すぐにソ連へ引き渡されることとなる。東ドイツ時代は、ハレ県の県庁所在地であった。18世紀にロンドンで活躍した作曲家ヘンデルの出生地でヘンデル音楽祭が開催される。プロイセン時代から大学都市として有名であり、古典文献学及び聖書解釈学の成立に大きく寄与した。 クリスティアン・ボルフが哲学を講じた場所でもある。ライプツヒ、マクデブルクからは40分ほどで結ばれている。市内には路面電車が張り巡らされ、マルクト広場から市内各地は最大でも20分ほどである。ありがとうございます。